皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。さくらろんチャンネルです。今年もボタンが綺麗に咲きました。本日剪定する木はこの木です。じゃーん。はい、金木犀です。この金木犀ですが、毎年剪定を行ってますけど、今年もこのようにアザミウマっていう害虫に新芽がほとんどやられてしまいました。そんなわけで、毎年この金木犀を刈り込み剪定してますが、今年は、この害虫にやられないように透かし剪定をしたいと思います。それでは剪定を始めます。よろしくお願いします。それではこれから剪定を始めますが、この金木犀は毎年刈り込み剪定をしてますので、かなり枝が混み合って、このように混み合って、風が通りにくくなっていますので、今回は時間をかけて、時間をかけて、透かしていきたいと思います。これだけ混み合ってると、このように害虫に食われてしまい、あげけの果てに枯れてしまうので、この害虫予防にもこの透かし剪定が必要です。で、これから透かしていきます。剪定方法としては、例えばこれだけ混み合ってると、どういうふうに剪定していくかわからないぐらいですが、とにかく中を見て、小枝が出てるところで、枝元で切っていきたいと思います。で、例えばこの木ですが、この枝ですが、ここで切っても、この枝を生かしてここで切ってもいいのですが、例えばここで切ってみましょうと、それでもこの枝が外に出てますから、これも中に入ってますから、いい枝ではありませんので、ずっと下に行きますと、ここまで折ります。そうするとこの小さい枝、この小さい枝を残して、この元で切りましょう。ここまで行きますか。ここまでと、ここまで行って、この小さい枝を残して、この根元で切ります。次はまずこういう枯れ枝は切っておきましょう。次はこの枝、この枝ですが、こう見るとここで切ってもこの枝をここで切ってもいいのですが、例えばここで切ってみましょう。
とよくありませんね。これが虫に食われてる、害虫に食われてるしっていうと、この下まで降りてきますと、ここに枝があります。小さい枝が、これを残すようにしましょう。まず枯れ枝はきれいに切って、ここで残します。はい、とここが空いてきました。とにかくこの枯れ枝はまず切って、次ここが空いてきました。枯れ枝はきれいに切っちゃいましょう。はい、次はこの枝、この枝、ここで3つに分かれてます。3本出てます。これは内側に入ってます。内側に入ってる枝は切りましょう。はい、次は、どれを残すかだね。どれを残すか、この枝を残したいと思います。この枝なので、これは外はみ出している、これは立ち枝、とこの枝を残します。でこう来て、次はは、い、中へ入ってる枝は切りましょう。ここの枝もかなり中へ入ってる枝を切っていきましょう。はい、はい、この枝、いや、とにかくひどいね、ひどい。中へ入ってる枝を切っていきましょう。すごいね。はい、そうするとこの辺がすっきりしてきました。開いてきました。でこういう長い枝は切っていきましょう。はい、こんな感じかな。はい、こんな感じで全て仕上げていきます。とにかく細い枝を残して、強い枝はどんどん切り戻していきます。あと枯れ枝と、はい、はい、ここは以上です。それと中のこう内側に向いてる枝、こういう内側に向いてる枝は根元から切っていきましょう。とりあえずここで切っといて、内側に向いてる枝、はい、よく見ながら切っていかないと途中に枝がなくなっちゃいますから、このぐらいにしておきましょう。それと天丹部ですが、天丹部もかなり混んでるので、これを間引きしていきますので、この根元で内側に向いてる枝や強い枝、立ち枝をどんどん切っていきます。で弱い枝、小さい枝を残すように
していきましょう。で、この下前にこの枝を残すようにしましょう。この枝このような強い枝は真ん中の強い枝は切ります。こちらも真ん中の強い枝を切っています。いや、かなり混雑してね。真ん中の強い枝切りましょう。かなりついてきたと思います。最後に中の腐葉土を取り除きます。はい、剪定完了です。今まで刈り込み剪定をしてきましたが、今回は透かし剪定をしました。時間はかかりましたが終了です。中も下から見るとかなり透けて見えます。これで当分は害虫も寄らなく活動しがいいと思います。以上です。はい、最後に害虫防止のために炭塩を振りかけます。